九州急行バス株式会社は、福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目七番二号に、本社を置く高速バス専業のバス事業者である。公益社団法人日本バス協会加盟。1966年7月6日、福岡長崎間の特急バス路線、九州号を運行するために、沿線バス事業者の西日本鉄道、昭和自動車、有徳自動車、 西小江自動車、長崎県交通局の5社共同出資で設立された。九州号は、同年9月20日より、一般道経由の特急バスとして運行開始し、1981年8月に一部区間を高速道路に乗せ替えて高速バスとなり、以後高速道路の延長に合わせて、経路を一般道から高速道に順次移行させていった。 高速バスへの移行後、当初に比べ停車地が整理され、現在では、昭和自動車の営業エリア内には、停車地がなくなっている。西鉄の資本が入っているものの、会社設立時の経緯から、西鉄グループロゴは使用しておらず、西鉄グループの HP では、関連会社の扱いである。お盆、年末年始などの繁忙期には、続行便の運行を、福岡側は、 西鉄観光バス、長崎県交通局、長崎側は、長崎県交通局に委託している。本社、福岡営業所本社社屋に隣接する社庫九州、急行バス、長崎支社もともと福岡長崎間の特急バス運行のために設立されており、会社設立以来、運行路線は、九州号一路線のみである。九州号の詳細については、 九州号の記事を参照のこと。出資会社に西日本鉄道がある関係で、会社設立当初から、同社の子会社の西日本車体工業のボディを仮装した三菱不走の車両を使用していたが、西港が三菱不走への仮装を中止したことにより、2006年12月には、初導入となる日産ディゼルスペースワローを採用した。 車体は1981年より西高 S 型ハイデッカーを採用していたが、1995年からは C 型に切り替えている。1980年代の後半には西鉄からの譲渡車で日の西日本車体のバスが2台あった。2006年12月の新車導入により S 型はすべて廃車され C 型に統一された。 2007年7月の新車導入により新型の初期導入車にも廃車が発生した。2011年4月には長崎支社に純正の三菱不走エアロエースが導入されている。2012年には後部に大型パウダールームを設置したイスズガーラも導入されたほか、2013年には日野セレガも導入されていて、 現在は4メーカーの車が採用されている。廃車された車両は、出資会社である、長崎県交通局、西小江自動車や西鉄が出資する、日田バスや亀のイバス、近年では、大分バス、熊本電気鉄道へも譲渡されている。この他にも自家用として、中古車販売業者を経て売却されたものも多数、存在する。九州急行が保有する車両の検査は、 西鉄の工場で行っている。塗装は開業当初は上半分が緑色、下半分がクリーム色地に能力色のライン入りの塗装であった。1981年から白地に赤、黒、灰色のライン入りの現行塗装に変更した。C 型への移行とともに全面塗装が若干変更されている。ありがとうございます。